皆さんこんにちは。本日はここ映像展示室にスタッフ全員が集まっており、安西館長から今後のジブリ美術館についてのお話があるそうです。行ってみましょう。皆さんに今日集まっていただいて、今日もこの後多分皆さん練習して、あさって皆さんの知っている方々が入っていただいて、月末には三鷹市の方に入ってもらうというふうに、ちょっとずつトライアルをしながら、ご存知のように来年の1月にちゃんとした再開しようかなというふうに今思ってますというか、したいですと思ってます。コロナのことで今までと同じ運営はもうできないと思ってるんです。まあ、コロナの情報を集めて、今後うちがしばらく付き合わないといけないコロナにどうやって対応していきましょうっていうのをちゃんとこう考えてくれるコロナ班っていうのも作ってあったりで、ホームページをちょっと新しくしてみようとか、自分たちで通販できないかなとか、せっかくみんなお休み中なんだからやってみればっていうことで、鈴木さんが作ってたアニメージュの時の付録、それを復刻してみちゃどうって、復刻して、まあ、うまくいくんだったら売ってみちゃどうみたいな話とか、あとはその美術館手帳っていうのを作ってみようって言っていて、持ってきて例えば短編映画見たらハンコが押してもらえるとか、まあ、それでスタッフとちょっと会話が弾んだりとかっていうのになればいいなみたいな手帳とかも作ってたりとか、いろんなグループがあるんですよ。本当にいろんなものが動き出すので、みんな元気に協力もしてもらいつつやっていけたらなと思っているので、よろしくお願いいたします。